メタポリス、ブルースタイル。We provide you a better car life. メタポリス、ブルースタイル、ナビゲーターのサッシャです。今回のブルースタイルは8月19日から9月1日までの期間に募集しました投稿テーマ、夏休みももう終わり、今年の夏の思い出を教えて。このテーマに対してたくさんのメッセージを、いただきました。カーライフエッセイストの吉田由美さんとともにこの後紹介していきたいと思います。もちろんドライブにぴったりな一曲もお届け。ではスタートしていきましょう。メタポリス、ブルースタイル。ガズーメタポリス、ブルースタイル。さあ、車の達人カーライフエッセイスト吉田由美さんに登場していただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回の投稿テーマは夏休みももう終わり、今年の夏の思い出を教えてということで、今回もたくさんのメッセージをいただきました。早速では紹介していきましょう。まずは小鳩さんからいただいたメッセージです。今年の夏の思い出は免許を取ったばかりの友達の車に乗せてもらったことです。運転は基本上手だったんですが、山道でのカーブで急にハンドルを切られたので、とても怖い思いをしました。他にもゾクッと感じる場面が何度かあり、スリル感たっぷりのドライブでした。夏ドライブによく一緒に付き合いましたね。偉い、でも確かに心強くないですか。そうですね、うん、私もなんか一人でドライブするとき、初めてドライブするときにこう人に乗ってもらったりとかしてもらった記憶がありますね。吉田さんの初ドライブは何だったんですか。ドライブってほどじゃないんですけど、横浜に住んでいて、はい、で、都内までこう何か仕事で来たときかな。だからやっぱり首都高とか乗るのに勇気がいりましたね、はい、最初ね。最初ね、首都高は結構初心者にはなかなか難しいですからね。そうなんです。でもそのおかげでやっぱりちょっと度胸がついた感じはしますけどね。ああ、なるほどね、うん、まあ、山道でも度胸ついたでしょうけど、首都高も度胸がつく。ね、まあ、こう誰かが一緒にいれば少しこうなんていうんですか、背伸びして初ドライブしてみるっていうのもね、うん、そうですね、いいかもしれませんね。あと、もし男女異性同士だったりすると、はい、もしかしたら恋が生まれてるかもしれないですよね。あ、なるほど。それ恐怖体験を一緒に体験するかってことじゃないですよね。なんか例えば初デートとかでジェットコースターに乗ったりとか、はい、そういうドキドキ感を味わうと、なんか恋愛がつな結ばれる、成就しやすいって言うじゃないですか。あ、そうなんだ。化け屋敷とか。なるほどね。そうだから、このドキドキ感でもしかしたらカップル誕生かもしれないですよ。いいですね。じゃあ免許取った時にしかできない作戦なんで、これから免許を取る男性諸君、そうですね、ぜひうまく、はい、ただ逆になると株が下がる可能性もありますから、十分に注意してください。はい、続いては札の辻さんからいただいたメッセージです。この夏休みは夕焼けを狙って湘南海岸へドライブに行きました。鎌倉の七里ヶ浜をスタートして国道134号線を小田原へ。やっぱり車の中でエアコンを効かせてじっとしているよりも、車の窓から来る海風がとても爽やかで気持ちよかった。普段は引きこもりがちな私ですが、これを機にポジティブシンキングになれました。いいですね。海岸線のラインってやっぱり気持ちいいですよね、走るとね。海からのアルファ波がいっぱい来るしね。うん、やっぱりデートといったら海派ですか山派ですか。難しいとこですけどね。でも風感じるならやっぱ海かな。あ、そうですね、海に行く方が多いかな。デートだったら海かな。なんでですかね、やっぱこう夕日とかが沈む、黄昏られるしね、うん、なんか朝日って誘いづらいじゃないですか。でもなんか夕日ってちょっと誘いやすくないですか。確かに徐々に ね暗くなって、ね、そう、気分も盛り上がる、2人の距離も近づいて、そう、あ、そうですね、いいですね。はい、まあ、こうやって海沿いはね、お店もおしゃれなところありますからね、うん、オープンカフェとかね。そうですね、しかも結構おいしいお店多くないですか、うん、また雰囲気が美味しくさせてくれるんですよね。そうです ね好きな人とならどこでも美味しいですよ。これを機にポジティブに、しかもこう外向きになれたという札の辻さん、ありがとうございます。はい、続いてレナさんからのメッセージです。夏の思い出はありえないガス欠です。うん、主人と主人の母と3人で美味しいものでも食べに行こうと出かけました。そして食べ終わって駐車場に戻ると、エンジンがかからない、そんな感じだったでしょうね。メーターでは E、うん、つまり空っぽ、エンプティのちょい手前だった。だから空っぽじゃなかったんですが、なぜガス欠になったのかというと、実は駐車場が坂で車のフロントが下がった状態だったんですね、うん、なのでタンクも当然ながら傾いてガソリンが送れなくなっていたということで、皆様もくれぐれご注意をと。うわー、これは気づいたことなかったなって、経験したことなかった。そうですね、なんか
ちょっとこう傾いてるとこ止めるの自体がちょっとね、あんまり止めたくない感じがします。でもそこしか空いてないとしょうがないですよね、はい。まあ、早めにやっぱりガソリン入れるしかないってことですね。そうなるとね、私結構早めに入れる派です。もう真ん中ぐらいになっちゃうともうすぐ足す。あ、僕もね、震災以降ね、うん、ガソリン不足とかもあったから、うん、なんか癖で半分ぐらいになるともう入れるようにしてますね最近。そうですね、やっぱり入れてるとなんとなく気持ち的に安心じゃないですか。そうなんですよね、保険みたいなものですからね。そうですね、うん、はい。まあ、いい教訓にもなったんですが、こういうこともあるということでね、うん、ご自身の体験を教えていただきました。ありがとうございました。さあ、まだまだ夏休みの思い出、メッセージいただいておりますので、後半戦いきましょう。その前に一曲お送りしましょう。 This is Metropolis Blue Style 野本健太郎 with 写し代の眺望。名もない歌い人は世界を眺め歌を探している。この世は腐りかけの果実のようだ。悲しくも甘い味が